18節を開いてくださいお読みいたします神を愛する人々 すなわち神のご計画に従って目さえた人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。お祈りします。天皇様あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。年度末を迎えていますがあなたが年度における素晴らしい働きと恵みをなしてくださったことを感謝いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。 生ける神ご自身が豊かに語り導いいてくださいイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。えー、っと、それで昨日はですね、あのー、アメリカからえーっとチームが、えー、帰ってきました。それで、えっと、ビデオがで,できておりますので、えー、っと、ビデオをまず見ていきたいと、こういうふうに思います。 あっさりとありましたけどもですね、えー、このアメリカチームっていうのは撮影班がついてないんですね写真班がついてなくてそれで、えー、っとチームの途中が映せないのでだいぶあの少ないんですよね写真がねまあ、ともあれあの、えー、っと少し雰囲気は感じていただけたかなとこういうふうに思いますそれで、えー、っと今回のアメリカチームの場合はですねあのスーパー台風っていうのが来てて それがちょうどあの成田を直撃するということだったんですね。で、あのー、前週ね、えー、っと、中部地方に、あえー、っと、中部地方に行こうとして、で台風にぶつかっちゃいましたよね。それで、テレビ出演しちゃったやつですねあの。2度目のテレビ出演したやつで、で、えー、っと、行けなくなったんですね。ですから、えー、っと、まあ、行けるとは思ってましたが、 危とい,いうことでねそれで皆さんにも祈っていただきましたけども無事に、えー、っと時間通りにね飛ぶことができました、えー、そしてえー、っと、まあ、集会の中ではあの非常に、えー、面白かったのは一つはえー、っと今の時期の集会ってのは困るんですねそれは新しい歌を歌わないといけないでしょ、ね、そして、えー、あんまりうまく歌えないわけですよねだから一番困っっっちゃったのは支援やって えっとね、全くく歌えなくなったってこととこ、ね、まああの歌ってる方も歌えないからこっちも歌えないんだけど、まあ、お互いに歌えないのでですねまたでたらめ歌うわけにもいかないので <laughs> そしてねまずいなと思ってそして、えー、っとその後の歌をね真剣に歌ったんですよね。そうしましたらやっぱりそれに触れられた方がいらっしゃってですね、えー、やっぱりあの風の響きの,あの働きの威力がねちょっと表れてきてるかなと。 こういういいに思いましたね。そして本当に賛美が非常に良かったっていうこととそれとともにその方違う教会にいたんですが招いてださったんですねで本当にあの、えー、感謝したいとこういうふうに思います。また同時に、えー、と非常に精霊様が強く働かれてなんか、えー、と牧師夫妻が来られたんですねそしたらその牧師夫妻がなんかやっぱり、えー、と日本人の牧師に対する意識を持っていたのがそれは変わったっていうことね。 あの連絡大学を受けましたし、まあ、いろんなところで特別な種の働きが起こってきましたそれでえっと今あのアメリカの教会はですねロスとかサンディエゴとかデンバーとかニューヨークを中心にねあの動いてるこうわけなんですが、えっと、まあだいぶえっとある期間動いてきていて一つ感じるのは主の時が近づいてきてるなってこれですよね。 で普通だったら人間的に言えば力を蓄えてそして一気に進出する時が近づいたっていうことをね、あのー、感じますが主はそうじゃないんですね我々が力を蓄えようと蓄えないと <laughs> 主が働き始めたら一気に来ますからね技がですねですからあのその大きな働きが近づいてきてるっていうことをねどうぞ覚えておいてくださいそしてえー、っと12月はねハワイです で、でアクセスが非常に多いんですよねで。この間も全然知らない方々がやってこられてあ確かに神様は、ね、ハワイで技を進めようとしてるなということを思いますし訓練校ができるる、ね、予告ででもあるんですよね。ですから、えー、っとハワイにおいて、ね、訓練校を神様が作ろうとしてるそういう、えー、計画を持っていますけどもあこれが近づいてるな、ね、この、えー、っと鼓動ですねあ近づいて技が始まるぞっていうね 時は近づいててるってことをねどうぞ覚えておいてくださいまたあの重荷を持たれている方はね備えておいてくださいもう始まるとブワーッとこういっちゃうのでえそうしますとですねえっと用意がないとねえその波に乗っていけないっていうことがね起こってきますのでどうぞあのそのことを覚えておいていただきたいと思いますそれとともにですねえっと飛行機でこう 映画を見たんです、ね、そして、えっ、ー、と、Heaven is Real ってね、天国はリアルだっていういあの映画なんですけど、もうモロクリスチャン映画ですよね。で、多分、ユナイテッドはクリスチャンがいるんだろうと思いますね。もう一つ、ジーザスのね、映画があって、それを二つともやってるんですよね。だから、クリスチャンがね、あのメジャーな映画じゃないですから、まあま、あ風切り前の一つは映画、二つとも風切り前かな。日本で風切りしないのかな、ジーザスの方は。 来年の1月、ジーザスね。え三億あ、そうか。それもやってましたよね。それもやってましたよね。そして、えー、っとやっぱりね、クリャンがいらっしゃるんですね。で、あのー、で私は、ね、天国はね、リアルっていうね、映画見たんですけど、まああの、宣伝されてたこともこのあってですね、たまたまあの、えー、っと久保田君の評価がはっきり出てなかったのでね。 まあこれはいい映画かもしれないと。ということでまあともかくあの見たんですけどえっと CNN でこう言ってましたけどもあの天国に行った子供がいてってね前話題になったやつの映画化ですよね。そしてえっとあのキリストにあったんだけどそのキリストがえっと金髪で目が青だったあ,ねあるいは緑だったってねそういうような感じの。 やつを映画化してたわけですよね、えー、そしてですねまあ事実に基づいてそして証しをしているようなこう映画なんだったんですが、まあ、一つはもうよくこういう映画をね映すことができたなとねあるいはあの商業ベースに乗せることができたなってこれはね驚きましたし、えー、っと何かね特別なことが始まってるのかもしれないし今だけ特別にそういう こことが起こっていかもししれないでしょ例えば日本の映画だあのテレビだってあのねえ兵衛だって黒田兵衛だってそれから花子と何だっけあんと花子だってねえー、っとたくさん出てくるでしょ教会が、えー、ですねあんと花子っておかし,おかしな話ですかこれは <laughs> えっあ花子とあんかどうか花子とあんだってね だってあんなことないでしょ。かなりもう明確に言ってますよね。で、あの、映画のあれだってね、あの、ノアから始まって、まあ、ノアはちょっとこけましたけどですね <laughs>。それから、ヘブン・イズ・リアルと、それから、今度は神様を証明するような映画があるんでしょ。もう一つね、一緒にやるって言ってましたよね。それから、えー、っと、10回のやつがあるでしょ。それからもう今、アメリカで封きされたのは、えー、っと、切実ですけどね。 軽挙から落っこっちゃった人たちの物語が今、あのー、風切りされていて、それじゃあまあ、あの久保田君が調べたら、えー、っと、興行成績6位で、今8位、10位か、ちょっと落っ,こ落っこち気味ですよね。でもね、こんな時はなかったでしょう、今までね。なんか、あの、神様が特別なことを開いてるのか、ね、あのー、何か特別な感じは私はするんですけどね。そして、えー、この中で、えー、っと、 4歳の男の子が天にいたってこういうわけですよね。そして天の風景をこういうわけです。まあ、最初はえとこう思いました。どう思ったのかっていうと、これは違うところから CNS のニュース系統からね誰かが私に質問してきたんですが、これ本当ですかって言ったときに金髪青い目あるいは緑の目っていうのは、だってあのイエスキー人はユダヤ人だから告発。 ね、黒い目じゃないですかね普通ねだからこれはあの違うぞっていうふうにその時は答えたんですねでもちょっとその話を聞きながらちょっと思ったのは、えー、とキリストは御霊の体に変わってますよねだから、えー、と要するにこの血肉の体ではないのですね初めての御たまの体の人ですからそうなりますと要望も変わってるからだから、えー、と金髪になって 緑目になったらといってもね、必ずしも否定できることではないなと。それはあり得ることだなと。こういうふうに思いました。あらゆることだなと思ったのはあるってことではなくてね、あり得ることだなと。こういうふうに、容認の範囲の中にあって、そういうことももしかしたらあるかもしれないなと。こういうふうにね、思ったのですね。それとともに、えっと、なんか、おじいちゃんに会ったら、あった、会って、そして、 あの抱っこしてもらったとかなんか言っててそして、えー、そのお父さんの牧師さんがねおじいちゃんの写真を持ってきたらこれじゃないって言うんですねこれおじいちゃんだけどってこれじゃないっていわけですねそれハッとして牧師がですねあのおじいちゃんの若い頃の写真を持ってきたらこれだとこういうわけですよねでそうしますと天国では、えー、っと若くなってると,ということになりますよね だからこれもよく聞くんですね天国では、えー、とイエス様が33歳で天に行ったから、えー、とみんな33歳になってるとかねいや33歳になったら年取ったわことになるとかなんか言う人もいるかもしれませんがそんな時代が嬉しいなーなんてねそういうふうな感じになりますよねあるいは、えー、とママクアンゴなんて18歳ぐらいになってるとか言ってましたよね、まあ、ともかく皆さんね若くなってるわけですね まあ、まさか0歳にななっってるってるとはないと思い思すですねですからそれもありえますよね具体的にね。そしてえっと非常にあの興味深かったのは何が興味深かったのかっていうと、えー、天国に行ってお姉ちゃんに会ったって言うんですねそしたらあの、えー、奥さんは初めからね、えーえー、お母さんの方はですねそれを疑ってましたから「何言うのそんなバカなことはないわ」ってこういうわけですね。 お姉ちゃん、ここにいるじゃないかって、2人兄弟で上がお姉ちゃん,なんですね。そしたら、その子供が、いや違う、そのこのお姉ちゃんじゃなくて、えー、とおなかの中にいた時に死んだお姉ちゃん、それと会ったって言うんですね。そして、お姉ちゃんって言ってね、本当にね、強く抱きしめられたってこう言ってるんですね。それで言ってるんですね。あのー何か、何月あの何週間かで死んだでしょって、お腹にいる子って。ね。そし あのその奥さんはですね「えー!」ってねこのことは子供に言ってなかったと確かに流産した子がいるとね、えー、そしてですねそのことに驚くんですねそして性別が分からなかったんだけどお姉さんって言うんですねそしてそ,その時名前を付けられなかったから名前はないって言ってたそうですねでそうしますとえー、っと流産した子が天にいるってことなんですね そして天,天で育ってるってこう言ってましたからねあのー、そうなりますとねまあこれはどういうことになるかって言いますとえー、っと、まあ、二つの説があるっていうことを言いましたそれはですね、えー、っと私たちが生まれる時に魂が最初にね霊が想像の最初に作られていてそして生まれるに従って霊と共に、えー、この私たちは生きるようになるとね体に霊,霊に体が与えられてね えそうしますと私はえっと受胎した最初からもその人間としての要素を備えているとこういうふうに考えます。違うふうに考える人もいるかもしれませんけどね。それからもう一つは、えー、っと受胎した時に私たちの、えー、っと人生が始まる霊そして、えー、体が耐えられてね、えー、そうするとえー、っと流産で死んだっていうのは 確かにもう一,つ一人の人間として死んだということになりますからそうなりますとね天に行っている可能性があると、ね、こういうふうに感じるんですねですからえっとあり得るというふうに思いますしまあそれが正しいかどうかはまだ別問題ですねちょっと私も聞いてます本当にそれは正しいのかどうかそうなると例えば、えっと、うちはヨハネ君ベニ君フーちゃんがいて4人目がいたんですよね そして4人目がね、流産しちゃった。ね、それで、えーっと、性別は確かではないんですが、伊作君って呼んでるんですね。ですから、えー、もしかしたら伊作ゃんかもしれないんですけど<あ>、あのー、そうするとですね、うちの父が去年ね、12月、昇天しましたから、その前に藤田のお父さんが昇天しましたから、昇天したときに、あのー、私はあなたの孫ですっていうのが。<laughs> 先に出てきたのかもしれませんよねそうしますとね嬉しいですよね。天に行った時に「あお父さんの用」とか何か言ってね <laughs> あのそういうことがあの起こってくるかもしれませんよね。ただその要するに聖書的に言って、ね、否定はできないと明らかにあり得ることだなということをねあの感じますそして、えっと、12月13日から風切りだということですね手当る系で風切りなんですよね。 渋谷のなんとかかんでやるんだけど、他のとこでもやるんですよね。あ、大阪はいいな <laughs> <laughs>、まま。わざわざ大,大阪に行く人はこの中にはいないと <laughs>。<laughs> 大阪の人が見,見てるかもしれないですね。じゃあ、大阪の人のために教えてください。手当トる系でねややら、やられるということなので。 興味があったたたら、ね、見てておいていいいいだきたいという,ふうに思いますねそれで天国のことはねあ,あなたが信じられないようなことが起こってるねあるっていうことをね主が言っておりますからですからちょっと我々がびっくりするようなことはねそこで起こってるんじゃないかとこういうふうに思いますしまた同時にそれは天があるっていうことでね神様を信じなさいっていう映画ですが、まあ、天があるっていうのはこちらも初めから知ってますからえそれはまあ疑う余地もないわけですがじゃあ天でどうなってるっていうね事柄はね あのよりいろんな情報を受けたいなとこういうふうに思います。それとともにですねえー、っとイスラエルにチームが行きます。であと,、えー、っと10日間ですねでここが皆さんね、えー、最後の追い込みなのでどうぞ皆さんあのいらっしゃっていただきたいと、ね。特別な神様の祝福と恵みはそこにあるということね。 覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてイスラエルに行っていろんなところに行って祈るっていうのは素晴らしいんですが特にガリラヤコですね。あの穴場ってあるでしょ。ね、さっき涼子ちゃんが言ってましたね。あの穴場。白いラーメン。白いラーメンってイメージが湧かないんですけど。 だってラーメンの麺白くないですかあれ黄色かなね穴場ですよ皆さんあの穴場のあのレストラン知ってる人ね誰も手やんよね <laughs> 私ね穴場のねマクドナルド知ってるんですよあの高永寺駅前の穴場のマクドナルド <laughs> で,す、ね、でやっぱりあの自分のいいところは隠しておきたいとかねそしてそこに行くと落ち着くことが特別な、えー、の味があるとかねなんかがあると思うんですねで我々はね穴場を知られてる穴場ねしかもねその穴場は本場なんです皆さん本物ねまさにこうイエスキリストがですそこから宣教を始めたガリアヤ湖ですね あのガ湖に行ってねきれいな風景を見てね風に触れるっても素晴らしいですし良ののいことだと思うんですね。岡丸牧師が「えー、っとガリアの風景が世界で一番美しい」ってこう言ってましたけども、えー、っと霊的な事柄を含んでんでしょうね。で皆さんね外来で首都交わる時のね喜びとかね何とも言えないまどろみって言いますかね。 だって言うでしょみんな祈り込みたいとかなんか言うんだけどまどろみたいんですよ <laughs> でもそれはまた何とも言えないこう主の臨在と恵みの中にあってね忘れないない思い出になりますよねでどうぞ皆さんね、えー、と神様は私たちは愛しておられますから最善を与えようとしてますから皆さん最善を狙ってください最善ね最悪を回避することを狙うんじゃなくて最善を行うこと 狙ってておいいくださいクリスチャンのある方々はね最悪を回避することばっかり狙ってますね、求めてますね。じゃなくて最善。最善ですよね。それとともにです、ね、あのエルサレムこの。このところ、エルサレムに関しては特別な、えー、と示しと導きがこう表されてきていますで、えー。で、この地ももちろんエルサレムに行きますが、エルサレムで 死を礼拝するっていうのは特別な意味合いがありますね。それはエルサイムっていうのはもともと神を礼拝する町としてできてきたからですよね。特別な祝福がね。そしてですね、えー、このエルサイムっていうのは千年王国になりますと祭典があってそして千年王国になりますとですね、えー、っと千年王国の首都となるわけですね。そこにキリストがおられます。そしてね エルサイムに毎年来て、えー、そして主をあがめることを通して豊かな祝福が表されるということを言ってるわけですね。でこれはあの、えー、と特別にエルサイムで礼拝することの特別な意味合いということを、ね、この中で言ってるんですね。しかも、うん、あのヘブル書の十四章ではこういうことが書かれています。何が書かれてるのかと言いますと。 13節ですね。でこれはあの私たちの長崎のお墓に与えられた御言葉ですが「これらの人々は皆信仰の人々として死にました」。アブラハムとかね信仰の偉人です。で皆さんね我々も信仰の人々として死にたいというふうに思います。ね信仰の人々としてね。そしてですね 約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜びに向かえ、地上では旅人であり、起留者であることを告白していたのです。ここ書いてあります。だから私たちは、えー、起留者であり、旅人であるということですね。そして約束のものに向かっての起留者であり、旅人であり、そしてこの世ではなくて、で私たちの住むところを この青みての希留者であり旅人であるということですねそしてその私たちのふるさとっていうのはどこかというと十一節の十節に十節に出てくるわけですね十一章の十節彼は固い基礎の上に建てられている都を待ち望んでいたからです」「都です」ねそして その都を設計し建設されたのは神です。で、これは何を表すかっていうと、これはですね、新しいエルサイムです。皆さん、新しいエルサイムが私たちの故郷なんですね。ふるさとなんですねで。新しいエルサイムが神がご臨在され、私たちが永遠に生きる土台となるところです。礼拝の場所でありね。 そして永遠の場所なんですね。そして我々にとって新しいエルサイムが報いなんですね。そしてこのエルサイムっていうのはその新しいエルサイムを見るその象徴です。ですね。そしてねこの新しいエルサイムも、えー、今のエルサイムのところに来るわけですね。天から降りてくるということですね。 ですか皆さんね、えー、エルサイムに行った時に永遠に向かっての特別な、えー、このつながりがあるその場所であり都でありそして私たちがそこで住む場所であるということを覚えつつねそしてねえー、っと主を崇めていただきたいとこういうふうに思うんですねそれでどうぞあの皆さんねえー、っと「見心ならば主が答えてくださいますよね」 信仰の対応をとってくださいでもしね主が答えられなかったらこちらにいればいいわけですねそれはそれなりの祝福がありますしかし今回開かれなくてもやがては開かれていくでしょうそして、えー、本当の ASAM でね私が礼拝する前にまた特別な霊的なそういう祝福をね受けていきたいとこういうふうに思いますのでどうぞあのそのことを覚えておいてくださいえっとそれと,とともにですね今あの 年度末になっているんですねで、私たちはですね11月を年度始めとしていますで10月が年度の終わりなんですね、えー、ですから今入れ替えの時です入れ替えの時ですねそしてえー、っと一般で言うなら12月の終わりみたいな時ですね翌年来る年みたいなね そういうような感じであります。それでえっと今皆さん大きな変化がこうあの起こってきてます。特にあの今年度はね。本当に印象的な事柄があの起こってまいりました。それはあのマリンさんの焦点ですよね。あの、マリンさんが教えてくださった感謝と賛美の教えてっていうのはね。私たちの歩みの大きなポイントになりましたし、皆さんの人生にとってもね。 良かったですね。マヤディさんに導かれてですね。で、この恵みをあの受けるのと受けないのと人生が変わったでしょう。それとともにね、これからあのこの実が出てきますので、もっと素晴らしいね祝福と恵みが受けますよね。だから神様を感謝したいとこういうふうに思います。でも皆さんね、マヤリィさんいなくなっちゃった。 ですねで、石川浩二先生もいなくなったでしょう。ね、商店されましたよね。で今、天の働きに、えー、移っておられるということを感じます。それとともにね、いろんな方はね、うちの聖牧師も昇天されました。聖牧師がね、昇天するとは思いませんでしたけどね、まあ、でも、神様の身、あのー、心のうちで特別な計画があるんでしょう。だから、我々も早く天における働きについておられるということをね、感じますし。 また同時に、えーっと、いろいろ私たちを助けてくださっていた蔡姉妹ね、蔡姉妹も招展されましたよねで。またいろんな方も招点されたし、うちの父親も招点したんですね。だから、一つの、ね、大きな区切りということを感じますよね。それから、一つの継承ですよね。もちろんえー マーリンさんがねこうイカれてねマー,リーさんのような大きな我々は器ではないですが小さく一つ一つ継承してその働きの中に大きく動いていてこれは大きく神様はね方向を変えてきたぞってことをね感じるわけです。それとともに今荒井先生からいろいろ学んでおりますよねちょっとお休みになってますがでそれどうして学んでるかっていうとね荒井先生が受けた霊的な事柄とそれとともに 新井先生を通してなそうとしている事柄の継承を我々は受け始めてると私はねこのように思うんです具体的にですねだから継承ですよねで継承したら次に何,何するかって寝るかっていうとそうじゃないんですけどさんね行くのです戦うのです勝ち取るのです、ね、だから皆さんねえー、っとね 違う霊的な中に大ききく動き始めてるってことを感じます,です、ねあの。人間的な働きならば、えー、一つの段階があって高まりがあってそして行くぞってこと形になるでしょしかし主の働きはちょっと違うのですね主の時になったら皆さん主が働き始めるんですね主が技をなさい、始めますねそうしますとね皆さん全てのものが動き始めていく ですから皆さんねたとえ変わらなかったとしても皆さん神の手が動き始めた時に突然素晴らしいことが起こり始めますだから、えー、とリバイバルが起こるパターンはいろいろあるんですね、まあ、一つはリバイバルが高まって、ね、そ,っそっちの方に高まってバーンと行く場合もありますしあるいはですね何も変わらず起こらずしかし時が来た時に だから精霊の激しい流れが起こり始めるっていうそのパターンもあります。まあ、どちらにしてもね、大きなことが起こるわけですね。で、あの私はですね、あの得したなというふうに思います。何を得したのかっていうとね、このリバイバルの時にこう導いてくださったでしょ。だってね、私、今の時代じゃないとね、80カ国も行ってないと思います。あのたまたま幸運な時代に生まれたから、ね、いろいろ海外選挙で、 ね、英語もできないのにこうグーッとやっていただけるでしょそしてねもっとすごいことが起こりますよもっとすごいことねでで見てると面白いですよね例えば賛美体立ってねあの私思いましたもんね何と思ったのかっていうと「主の樹花」の中から賛美体なんて出てこないね歌うまい人あんまりしなかったもんどっかから呼、ね、んでくる 神様そしてその方々が立っていくと思ったら「ええー」みたいなね「ええー」みたいなだってあのー、音楽1の人だってすごいあれでしょね藤君1だと思ったらなんか5なんですねええー、みたいなね <laughs> でもね、間違いなく1ですよね。ね 1, 1, 1だったのかなそうですよね。<laughs> で、5であっても1であってもね、もうぐっとこう技が起こってきてるでしょう。起こってきてますよね。で、あの,の手を感じますし、まあ、皆さんね、もっと大きな技が起こってきます。もっと大きな技。で、今、起こり始めてるんです、皆さん。でね、皆さん、波に乗る。 流れに乗る、ね、あの2万人のコンサートを見たっていうのはね素晴らしいことですかけれども実際ねこれを表してると思いますね皆さんね2万人を超えるコンサートになってきますよあのすごいのを見るでしょうねでバーンとかねバーンとかねじゃあじゃあ寝ちゃおれないねそれね <laughs> あの決メをあの爆弾あの破,破裂するあたり あの笹沼さんと藤井君の間ぐらい1つねそれからこっちの,あの柱の後ろのあの,あのね誰が誰がいいのかなよくわかんないけどそ,そこに1つ <laughs> そしてこの前の方がやっぱり1ついいですよね派手でねこの辺にえーこの樋口君を取り巻いて3つぐらい <laughs>。 そしてあのこ、こちらの方にいくつかのやつをやってね、バーンバーン <laughs> って、あでもでも面白いですよねあの、コンサートを見なさいって言ったときに、まさかあの最新鋭のロックのコンサートになる、ね、行くとは思いませんでしたね、多分神様ね、あれ、何、えー、か用いるポイントがあるんでしょうね、たくさんね。だから、えー、とこれからの,、ね、あのコンサートっていうのは楽しみですよね。 一体どうなるのかあの具体的にねあの。で、その中で神様の技が進んでいくでしょ。皆さんに、ね、働きが進んでいった。で、あの、えー、その2万人のコンサート行ってね、黒い服着て帰ってきたのは、皆さん、前触れですよ。前触れです。大きなことが始まる。前触れなのです。皆さなんです。前触れなのです。で前触れなです。 それであのクリスチャンの裁きの時はです、ね、皆さんも黙、あのーえー、視録を見て分かったのは我々の罪が裁かれない本当にありがたいですよね。我々が神様に成した良き技、ね、それが報いを受けるこれは素晴らしいですよね。えー、それとともに第一コリントの3、えー、章の方に書いてあるのは2つのことが書いてあるんですね。で,でポイントはここなんです。何がポイントなのかというと 何を土台にして皆さんの人生を立て上げたか。これは当然キリストの土台ですよね。他のことを土台にしないでください。キリスト土台。キリスト土台っていうのはキリストの御心土台。だから皆さん、身心の人生。御心の人生。ね、御心の人生、ねあのー。どんなに派手に成功したとしても、神の御心の人生でなければ、 皆さん、天における文句言って違うのですかさん。だから皆さんねあの天に行ったらで皆さんがね大体高級地に自由学校にいるみたい最近自由学校は高級地じゃないのかないや、我々の時は自由学校はそうなの連帳とか違うのかな今六本木かな原宿ね みんななな知らないのかな <laughs> <laughs> そこにみんなが住んでるようにね <laughs> あのあのキリストを土台とした人生これは、ね、裁かれますからこれを徹底させる皆さんねだから聞き従いはねこの部分は強いと思いますよ皆さんなぜ強いかっていうと聞き従っている人ねあのそれは何,何と言っても、ね、キリスト土台の人生になりますよねそしてねここで言ってるのは働きって言ってるんです皆さん働きです 皆さんねあの主の住居に行くとね働きが大変だからだから辞めたっていう人も多いみたいですけど <laughs> 皆さんとんでもないんですよ、皆さんだってあれ、第一コリント見てごらんなさい働きって書いてあるでしょ皆さん。ね働き。働きなんですよ、皆さん。別に働きは何を働きか、神の働きです皆さん。真に神の働きをやったかどうかってこと ですね。あの、今、皆さんの前に開かれ始めてると思いますし、開かれてない人はね、求めてください、皆さん。だって、そこが裁かれるって書いてあるんだから。ね。そこがポイントになるって書いてあるんだから。で、働き。そして皆さんね、その働きは確かに十字架を負うかもしれませんが、皆さんね、非常に大きな栄光がなされるのです。あの、人がやるのではなくて、 神様はやるからですね,、えー、とね私はあの、えー、と前にも言いましたけど、私の家の隣が金持ちだったんですね。で家がと鉄筋コンクリート。テレビだったんですね。まあ、どこの家でもテレビがこうありますけどね。最近結構大きなテレビ持ってたりするでしょう、皆さん。ね、うちのテレビよく、ね、下に来るんですね。このテレビは何年何月までどうのこうのってピカピカするわけですね。 そしたらね最近書いたんですよね。見れなくなりますとか、ね、書いてあるでしょあれあれ本当に見れなくなるのかな <laughs> いや,だい,やだいぶ前から見れなくなるかなって書いてあるんだけど見れるからこれは永遠に大丈夫かななんて思いながら見てんだけどあれ大丈夫なんですかねチュ,チューナーそのままでいけんだよねチューナーでね。 ーーって何 <laughs> そう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 、ね、そういう、あのー、そう,いう,うな感じですよね。で、と隣に金持ちだったんですね。うらやましいなと思ってね。私ね、本当に思ったの、ね。自分はね、金持ちに一体なれるだろうかね。はあ、なりたいと思ってね。そしてね、もうそれが本当にあの私の大きな希望でしたよね。それと、あのー 今の時代のね、あのー、学級員は違いますが、私の時代の学級員っては人間が違う。もう頭の具合が違ってね、その対応が違うんですよね。そうですね。そして、我々、ガキどもとは、俺、全然違うのですよ、皆さん。でね、私ね、こういう差別があっていいのかと思ったんですよね。それで、あの思いましたよね。ああ、ああいう才能があってね。 ああいう能力があってね、ああいう力があって、あ,あの運動能力があって、不公平だな、神様はね。だってもうそれ、差がつけないちゃじゃないですか。ね。と思ってたんですね。ところがね、とんでもない間違いですよね。何かっていうと、いかに大きな能力があるならばね、それはもう主が与える中、喜んでください。あったとしても皆さんね、皆さんね、神が働くなら負けない。 栄光を表す。ね。で、私はね、ちょっと驚いたんですね。あの、皆さんに言いましたね。口がダメだから。で、私ね、うらやましいと思ったんです。ほんと、ぺら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 喋る人がいるじゃないですか。ね、ほんと、流暢にぺら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 じゃね。そして、私がダメでしょ。ね。ああ、いいなあって、ああいう人たちはね。なんで私はダメなんだろうと。こう思いましたよね。ところが、 多分ね、今は私の上だと思います皆さんね数万人の前でペラ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 ってってですねそしてねその時に思うんですね私は能力から言ったら最悪だったんですねところが神が働くと違うんですよ、うん、皆さんあれと思いましたね神の畑ねあのー 神の弱さの方が人間の強さより強いって書いてあります。ですよね。で、体力だってそうでしょね。皆さんだいぶお疲れだと思いますよね。もうもうあとちょっと。あとちょっとですね。あとちょっとの辛抱。あとちょっと頑張れば皆さんね。寝れますね。寝れますね。もう寝てるっていう人もいますけどね。<laughs> ま人によってはね。あの9時に起きるんで <laughs> 9時って朝の9時じゃないですよ。 あの夜の9時に起きて、そこから始めるって人もこう、いますよね、具体的にね。ただ皆さん、体力はいないのですよね。ところが皆さんね、神が必要な力を与えてくださったんです。で、皆さんね、才能は何か、私たちの才能は神です。私たちの力はキリストです、皆さんね。そして私たちの勝利はね、キリストです。 本当にそう思いますね。皆さんね。だって皆さん思いません、ね。あの神がいなかったらどうなってます？ね、もうある？ある人なんて今頃ね。あのー、どっかで酔っ払ってるでしょ？ね、そして、えー、いろんなものを失ってると思いましたね。その神様。さん だから皆さん私たちは最高の、まあ、才能なんて言っちゃうあのとんでもない話ですけども最高の方を知っているのですねそして皆さんねこれから現れていきますね、あのー、これから栄光が現されますねこれから力が現されますでこれがリバイオルでありますよねそして皆さんね働きって言ってんだから、ね、主の御心の人生とともに働きにおいて神様の力が現れていきますね でそれは皆さんね、私たちの力でなく、神の力であって、神の技が起こる、ね。だから皆さんね、神に従う。神に従う。ね、で皆さん栄光の時代がやってきてるんです。始まります。でマーリンさんが昇点されたし、荒、ねえー、井先生を通して我々はね、いろいろな受け継ぎの事柄を教えられておりますよね。それで皆さんね、戦いが始まっているんのですねで。大きい技と栄光が荒らされる。 でね、素晴らしいことが起こってる。 あの殉教する人も多いでしょうけど祈っておいてください、皆さんね。祈ってる殉教と祈ってない殉教は違いますよね。助けてください、助けてください、助けて、ジヒい君が悪いんです、あの人に騙されて、助けてください、あの人、あの人、あの人とかね、あの意味の牧師、これも悪いですから、あのもうあの何やったっていいですから、助けてください、私の命だけは助けてください、バーンなんて言って、それ殉教って言いにくいでしょ ねあのー、だからど、殉教するならちゃんとね、あの、えー、やられてね、神を、彼らを許したまえって、ちょっとかっこよく行きたいじゃないですか。<laughs> ステパノ、良かったですね。<laughs> 彼は許したまえ、天が見えるとかなんか言ってね、やっぱり同じように行きたいですよね、皆さんね。あのー、皆さんね、用意ができてるのとできてないのと違うのですね、祈りつつですね、そして皆さんね、前夜です。 あのリバイバルの大きな働きのねそれうう意味なのでね私たちはその神の栄光を見ていくのですですね神の祝福を見ていくっていうことね覚えておいてくださいお祈りします手のすまうぞ人与そのうちに豊かに働きさらにご良好と皆沢らしてください、えっと、否定的な事柄特に皮肉的なことが入ってしまうので言葉を通しての主の技がとどまっている方がいらっしゃいますこれは皮肉的な言い方をやめて そして、えー、信仰的な言い方をするように主は語っています。また、それを祈るように主は言っておられます。示されたことをしっかりと握ってき、従っていくように、何か、えー、バカバカしいほど大きいなことが示されているので、それを受け取れない方がいらっしゃいます。これは不信仰です。神様にできないことは何一つありません。これを信じて進んでいくときに十字架を負いますが、しかし最後まで従うときに主の栄光を見ます。 手の様はどうぞ豊かに導き、最後横と宮沢を荒らしてください。お願いします。間違ったんではないかと思っている方がいらっしゃいますが、えー、ただ自分で思っているだけです。こうちゃんと神のところをって確認するように。で神はちょうど良いことを示してください。ます。それに従うときすべては益きとなります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めのとき、これを持ちたいと思います。 のので癒しのためにお祈りください。天ロ様あなたはこの場にごに在されていることをありがとうございます。お人お人の過ド精神に触れ癒しを行い解放を行ってください。イエスキストのみによって山への力を打ちくイエスキストのみによってめずお人お人のカド精神シ病グやまいのでおしゃれ。イエスキストのみによってお人お人のカド精神シング癒されよ。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  癒されよなんかこう神様の語りかけっていうのはよく分かんなくて混乱してた方がいらっしゃいますがこの混乱が解放されました、えー、はっきりと、えー、その神様の語りかけっていうのは、えーえー、理解できるようになりました天皇様はどうぞ豊かに導,き導いてください目がちょっと悪い方そして鼻が悪い方がいらっしゃいますこれがいらっしゃいましたえー、っと腸がちょっと悪い方がいらっしゃいました イエスキストの皆によってお,人お人しおしとの過度精神に癒やしを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願い,いたします。アメ、どうぞお座りください。えっ、ー、と、3秒お願いします。